どうもノチン TV です。本日はですねドラゴンクエストタクト、こちらの動画をやっていきたいと思います。で今日はですね闘技場が1周目終わって、そちらの振り返り、まあとは闘技場についてちょっとだけ話したいことを話す、でその後ねまあ総括していってガチャを引いていきたいと思います。でですねまずは闘技場なんですけども、もう行っちゃうか、ランキング1ページ目なんでね、皆さんまあランキング見てる方はもう知ってると思うんですけども、最終順位こちらとなりました。はい、このような結果になりました。いやーこれマジで嬉しい。闘技場ね最終順位7位となりました。2628ポイントで、これね手巻さんも同じポイントで7位に入っていて、めちゃくちゃ嬉しいよね。いや俺この前の動画で闘技場が17位でした。でその前がランキングバグってたみたいになったんだけど、そのランキングバグに関しては5時からすぐやって6時までの間にやった人がポイント集計されていて、でその時も俺もね順位がね500位とかになっていたんですけど、まあそれは1日分が反映されてないっていうことだったんで、まあその後の17位っていう風にねなっていたという感じになります。その前のランキングが1日分ね、その1時間の間にあった人分がずれていたっていう感じでした。まあそこら辺はね、まあそこら辺は1時間分ずれていたという話だったんで、まあバグというよりはね集計ミスという感じでした。で次の日の17位っていうランキングはまあ正式なものだったと思います。でいやこれマジで嬉しいんだよな。俺マジトップ10に入りたいっていうのを言っていて、ワンチャン入れないかなって言ってたんですけども、まあ、最終日もねまあなんとか頑張ってね7位入れたのめちゃくちゃ嬉しいです。でちょっと嬉しいことについても話していきたいしね、手巻さんもね実はなんか俺も見えてて、まあ、そのことも話したいっていうのがあるんだけど、まずはこれね7位何が嬉しいかっていうことを話していきたいと思います。でこれね軽く話すと、まずね昇格報酬でマスター1まで行くと、このメダル闘技場のメダルが200枚もらえます。であとは、まあ、1戦あたり10ポイントもらえて1日3戦なんで、1週間で210個のこのコインがゲットできるんですよね。なのでこれ闘技場メダル昇格200枚1戦あたり210枚で410枚入手できます。でランキング報酬がこういう風になってて、1位が700枚、2位から10位が600枚で、50位までだったら500枚っていう風になってるんだよ。でここまでで400枚普通にまあマスター1とね勝利報酬でもらえていて、残りねこの600枚を取るっていうのがすげえ大事だった、この10位内に入るってことで。で何が大事かっていうと、このね交換所、闘技場メダル交換所はこれね分かりやすいんだけど、1週間でまあ10位内に入ると1010枚もらえます。でこれ何が嬉しいかっていうことが、このトマホーガーですね、これが2000枚交換で必要なんだけど、この10位内を2回取ると、まあ、最速でねこのトマホーが2000枚なんで最速で入手することができる。1010枚プラス1010枚で2020枚になるっていうことで、これねみんなにトマホーガーの性能を最速で見せれるっていうことがめちゃくちゃ熱いんですよ。これがねあったんで10位内入りたいっていうのがあった、そういうところなんでこの7位に入ったことがめちゃくちゃ嬉しいっていう風になっています。であとはね闘技場のランキングで語りたいことが、このね手巻さんもね7位に入っていて、これも俺めっちゃ嬉しいんだけど、17位の時のそのスクショの時に、自分は一応ここら辺で17位みたいなポイントだったんで、なんか手巻さんのポイントも見えてたんだよね。その時手巻さんは23位だったと思う。でまあそれはあの手巻さん側でも動画にするかもしれないからまあ触れなかったんだけど、実はなんか4ポイント差で手巻さんがいたんだよね。だから手巻さんめっちゃ来てんじゃんって思って、まあ、見てて、なんかワンチャン同率もあるかなとか思ってたし、まあ俺もね俺自身もこの10位内入れるかなっていうところのギリギリのラインだったんで、まあ、そこら辺がめちゃくちゃ熱い展開でした。で23位にね4ポイント差でいて、昨日はね俺も全勝を狙ってたんだけど、そのフルポイントの2ターン狙ってたんだけど、3戦目の時にゾーマが麻痺っちゃって、2ターンキルできたところが3ターンになっちゃって、4ポイントミスしました。その結果手巻さんが全勝してて、で同率でね7位になったっていうね激アツ展開がありました。いやこれさ、いやマジでちょっと運命感じちゃうよね。手巻さんとの運命を感じちゃうみたいな感じになっています。であとはねランキングについては、自分的には今週はその集計バグじゃなくて、あのマッチングがバグってたみたいなところ、結構最初の方の何戦目っていうか、もう4戦目までバグってたんかな、
もう1週間の7回中4回がバグってたみたいな感じで、一番上のやつが全然強い人が出ないみたいなバグがあったから、上位のポイントがめっちゃ高かったんだよね。まあ、つまり、まあ、運で相手が弱いのが出ることが多くて、それもまあ一応バグもあってね、まあ、かなりランキング下がることが少なかったので、前半戦がめちゃくちゃきつかった。で、自分自身も結構やられちゃったりしてて、まあ、ミスったなってなってて、ランキングがこれ10位以内なんか狙えないだろうとか思ってたんだけど、まあ、最後のね数日間はランキング直ってね、まあ、ちゃんと強い人と当たるようになって、まあ、そっから変動があって7位に入れて、いやマジで良かったです。なんで1周目はね、最初の数戦のマッチングがちょっとおかしかったっていうのがあって、まあ、このね2周目がちゃんと強い人が出たりして、なかなか熾烈なランキングになるのかなと思っています。いやマジでこれはね10位内入れると思ってなかったから、まあ最後の方はねその2ターンで倒していったりとか、結構怒涛の追い上げをして上がることができて本当に良かったです。で一応ね、闘技場総括すると、まあ、少しだけね、闘技場のポイントを言うと、やっぱりね、死なないことが大事です。まあ、この1位の人とかもかなり死んでないと思うんだよね。なんで、まあ、闘技場ちょっとだけね、言うとね、この、まあ、無課金、未課金の人でも、真ん中の60の人をね、なるべく死亡しないで、その、ボーナスを得つつ倒すっていうのが大事だと思います。で一応コツとしてはね、まあ、ライアンとかね避けるといいと思います。ライアン HP が多くて、あと貫突してる人も多かったりするから避けていったり、であとはね身代わり持ちとかの HP 多いお化け小僧とかも、まあ、かなり耐久性能があるからそういうのを避けていく、だから貫突の A ランクとかを避けていくのも大事なのかなと思います。結構ね、まあここら辺で例えばこの真ん中の60ポイント狙うんだったら、まあこういうあんまりその貫突 A がいないパーティーとかもやりやすいのかなと思います。これはアリーナはちょっと強いかもしれないんだけど、まあ、他のねライアンとかいるやつに比べたらやりやすいのかなっていう、あこういうのでもいいかもしれない、ライアン3突とかでもねやっていけるんだ、落とせるんだったらいいかもしれない。であとはね、まあ別の動画でもっとね闘技場のついてるねまとめるかもしれないんだけど、状態異常とかねそこら辺に注意した方がいいっていうのがあります。結構ねこのね例えばこれだったら悪魔進化のね、焼けつく暴風とかね、麻痺効果が入ってたり、で、あとはね、屋台の休み、お休み提灯とかね、あとは混乱持ってるね、グレイツェルの魔女のいたずらとか、ここら辺で状態異常を食らっちゃうと、なかなか厳しくなるので、状態異常多めのパーティーを避けるっていうのもありかもしれません。まあ、こんな感じでね、いろいろ闘技場があるんですけども、まあ今日はね、ほんとね、ランキングまさかの10位入れたんで、めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、最後にね、ちょっとだけガチャを引いていきたいと思います。いや、マジで嬉しい。ちょっとトマホーガーの性能とかをね、見せたいっていうのがあったからね、10位以内入れたことがほんと嬉しすぎて、もうそれだけの動画になっちゃうけど、まあマジで闘技場面白いですね。さあ、ということで、まあ、単発ガチャで、クリフトは5連行きたいと思います。で、あとはねアリーナも貫突間際なんで、単発でもし出たらねそれで突するっていう、まあ神展開があるかもしれないんで、単発で引いていきたいと思います。チケットでね、いやーほんと嬉しい。7位まさか入れると思ってなかったからな、それまで本当に20何位とかになっちゃったりさ、まあ、17位になってて、17位から一気に上がれるかってマジ微妙だなって思ってたんだよね。お、金だぞ。そういうところから7位取れてほんと嬉しい。マジで嬉しい。マジか。しかも手巻さんと同じ順位だし。ラブラブやん。アベックゴールしちゃった。パロッタ。はい、ということであと3回。ここで出ねえかな。神展開。これは弱そう。出ないね。いや、マジでね、嬉しい。で、今回2周目が始まって、2周目に関しては、そのマッチングが一応治ってるっていうことなんで、まあ、めちゃくちゃ弱い人ばっかりが出るみたいな、一番上なのに弱いっていうね、それがなくなってると思うんで、昇格しろ昇格しろ。今週はね、今さらに上を狙っていきたいっていうのがあります。高みを目指すぞ。さらに高みを目指すぞ。ガチャが終わろうとしている。いや、そんな感じなんですよ。マジで闘技場ね。いや、結構さ、なんかその、戦力ランキングっていう、まあ、一応戦闘能力のランキングはあったけど、やっぱりそこじゃなくてさ、その闘技場でのね、戦ってみてのランキングっていうのが来たのが本当嬉しいよ。まあ、その戦闘力ランキングは上の人でも闘技場でね、
そんな上じゃないかもしれないし、そういうとこでまあちょっと手巻さんとアベックゴールしたのが嬉しかったです。さあ残り3枚いって、貫突しねえから神展開来い。さあさあお願いします。ちょっと弱いな、光もなし、なさそう。スキップ。さあ残り2枚、ここで来たらマジ貫突チケットでしたらめっちゃ熱いんだけど、最後に来ないかな。ないな、弱い。さあということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだ忘れてる方はぜひともねしてみてください。今週の闘技場もコスト制限が変わってね、あとはマッチングも直ってると思うから、そっからだよな。はい、光弱い、これは B ランクでしょう。ということでのっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではのっちん TV でした。またな、バイバイ。